どのようなご用件でしょうか。実はご承知の裁判のことで伺ったんですが、あなた佐々木陽平という患者が入院しているとき、手術前の教授総会審の折にその場に居合わせられたそうですね。いいえ、私おりませんでした。そんなことはないでしょう。確かあなたは財前教授が柳原医師にどういう指示を与えたか知っておられるはずですがね。いや、何にも覚えておりません。あなた当時あの病棟の不調だったんでしょ。まさか何にも覚えてないってことはないでしょう。なんか一つぐらい。おい、どいつやな。うちの前に車なんか止めてからに文句言ったらまだやな。おかえり。おう、あ、おいです。ご主人でいらっしゃいますね。お留守にお電話しております。私こういうんだ。あ、え、おう、君この前は医者の娘の東とかいう女子で、今日は弁護士かいな。なんでこないにしつこくならんにゃ。なんかいつも同じや。帰ってもらおうか。東って東紗友子さんですね。名前まで知らんわい。二回も来よってな。まあな、わしらはな、自分と関係のない裁判の証言などもう待ってやごめんや。工場の診療所の先生かと言うてやったわい。医者と喧嘩したこと勝てるはずはあらへんってな。はい、君子、腹減った。飯にしてくれ。はい。いえ、私は患者側ではなく財前教授側の弁護士です。今おっしゃったように医者に盾ついても何の得もありませんよ。奥さんが不調の時総会審に居合わせられたんで、もしは思い違いでもして向こう側に有利な証言でもされると後々損をなさるのは目に見えて、そのことを申し上げに来たんです。それよりもこちら側の証人に立っていただけたらと思いましてね。先生、難しいどこもわからへんんだけどな、いずれにしたかでどっちゃの証人になるのも真っ暗やねんな。ぐずぐずせんと帰ってけな。しかし金山さん、ぐずぐず抜かしてると叩き出してるぞ。帰り。いや、失礼しました。いずれまた。ああ、忘れ物や。これつまらんもんですが、どうぞ。お前らにな、土産なんてもらうわけないわい。おい、持って帰れ。しゃ、行ってまいよって。どうぞ。なんぞ用出せやるか。ああ、呼び立ててすまなかったな。あ、まあかけなさい。おおきに。亀山さん、どうも先日は失礼しました。ご用意言うのはこの人のことでか。うん、そうだ。あんたもご苦労なこっちゃな。わざわざ工場まで出向いてきて、またさ、裁判の話でっかいな。もうあんたらどんだけ人に迷惑かけたら気が済むねん。なんという口の利き方をするんだ。先生はな、うちの会社の訴訟事件を有利に解決してくださった。会社にとっては大事なお方なんだ。いや、いいんですよ。僕は亀山さんのこういう職人かたぎというか率直なところがむしろ好ましいんです。いかがですか。やばい。そうですか。用があったら早う言うてくれへんか。仕事の途中やね。亀山君、なあなあ、東紗友子はまだ奥さん口説きに来てますか。あのな、誰がなんぼ来たかで女房裁判に出すようなまねはせんわいな。なそれが本当ですよ。医者と争って何の得もありませんからね。ところでどうでしょう、患者側でなく財前教授側の証人として奥さんに出てもらえませんかね。いやいや、決してあんた方の損になるようなことはありませんから。亀山君、先生もこうおっしゃっておられるんだ。ご要望に応えて証人になってくれると、もううちの会社としても例の特許権問題の時のご恩返しができるというもんだよ。会社の一員として考えてくれ。そういう魂胆やったんか。
これでお前が会社まで来たわけがよう分かった。何もせぬ卑怯者。やめなさい。取るものだけ取っといて、そんな偉そうな口は聞けんのかね。取るものってなんじゃい。取るもん。あれかい。え、あれやったらな、いつでも返せるように。ほら、え、ほら。たたきみ、ちゃんと20万入ったろ。神山さん、もう一度ゆっくり考えてみることですね。そんなこっちゃ決してあんたの得にはなりませんよ。亀山君、君がこれ以上先生に失礼な真似をすると会社としても黙っているわけにはいかんぞ。クビにする意があるんでっかい。おお、したらいいやないかい。おかげさんでな、この腕さえあったらどこへ行ったかでおてんとさんと米の飯はついて回ってくれるわや。よ、亀山商人は国平弁護士の訪問を受けたことはありませんか？あります。その時の様子を説明していただけませんか？国平弁護士さんは患者側の証人には絶対ならないように、もし何だったらこっち側の証人に立ってほしい、そうおっしゃられまして、菓子折を手土産に置いていかれましたけれど、その中に20万入りの核封筒が入っておりまして。お金ですか？それは許し難い証人買収公算だ。妊娠中の女性は往々にして妙な妄想に陥ることがあるそうですが、あんた何か勘違いしちゃいませんか？よくもそんなこと。あのお金はあなたが主人の工場行った時お返ししたはずです。何か証拠でもありますか？確たる証拠もなく弁護士の名誉を損なうような発言をすると名誉毀損罪で訴えられますぞ。